私たちは秋田のスポーツを応援しています。頑張れ秋田。サッカー、去年 J2 リーグ残留を果たしたブラウリッツ秋田、チームを指揮し3年目、静かなる闘将吉田健監督に話を伺いました。まもなくホーム開幕戦が迎えられますが、選手に監督からメッセージとして一番大切にしていることっていうのは何ですか？ひたむきさ。一人では何も成し遂げられない、チームで助け合って一体となってゴールを目指す、ボールを奪う、これはこれからも変わらないことだと思います。まあ、その意識の中で監督、今シーズンは8名の新加入選手が、今までいた選手とのコミュニケーションはどのように今順調に仕上がっているのかなっていうところはお伺いしたいんですけど。非常に真面目でチームのために走り抜ける選手たち、既存の選手も新しい選手もそれを加速させることができるコミュニケーション、そして力を持っていると思います。まあ、僕もそうなんですけど、まあ、なかなか街でお見かけしない吉田監督なんですが、街でお見かけしたら話しかけてもいいものかどうなのかっていうところは、ちょっとファンのサポーターの皆さんに聞きたいんですけど、どうですかそこら辺は。大丈夫です。大丈夫ですか？はい。今シーズンサポーターの皆さんにブラウリッツ秋田として、そして監督としてどのように戦っていくのかっていうメッセージを。ひたむきに走ること、その姿大切だと思います。貢献と結果があって、貢献は自分の強みを生かしてチームは勝つために走り抜くこと、結果はどんな時も戦う、その結果を刻んで証明したいなと思います。昨年秋田一体っていうスローガンで、今年が超秋田一体っていうスローガンですけど、この超に込められた気持ち、思いっていうのは何かありますか？秋田の皆様と共に、そして選手と共に一体となる、それを超えてさらに強固なもの、すべてが一体となってゴールを目指しボールを奪う、その姿を選手たちは必ず見せてくれると思ってます。最後に一つだけ教えていただきたいと思いますが、吉田監督にとってスポーツの力とは。生命力。ありがとうございます。ありがとうございました。スポーツの力。